ちょっと出れるかどうかだけ確認して、ね、なければ進もう。一応戻れるようにはなってるね。まあ軽くぐらいで。ちょ、全部回ろうとすると大変だからね。車が止まってます。あんなとこに路駐して大丈夫？なんだかボロい車ですね。ボロ。教授の車の魅力がわからないなんて、まだまだ子供ね、ルーク君。だって、狭い車に乗ったら体痛くなっちゃいますよ。うん、乗ってみればわかると思うけど、ルーク君後で乗せてあげましょう。ああ、今日も遅刻ですよ。朝弱いんですよね。と、不甲斐ないポリスを許してください。割とルークが喧嘩を売ってくるね。一応ね、行けなかったところだけ行ってみようかな。ここの奥に行こうとしたら確かダメって言われた。あれ？ここじゃないか。この奥か。あ、やっぱダメなんだ。じゃあ3つぐらい謎見つかってないけど、まあもうどうしようもないかな。ルークん家戻るぐらいしかすることないもんね。もうクラークはいるかな？恥ずかしい、去った。うん、親父には内緒だよ。よし、やっぱあった。このとこ、ドーランドさんも外出することが増えてきたんですけどね、と。ね、このフォローを駆けずり回ってるの、雇われメイドだからね。それは困りました。ところで、掃除のことでこんな謎があるのよ。王家の掃除術。なんだこりゃ。友人がある王様の部屋を掃除することになったのだが、その部屋には変わった決まりがある。数字が書かれていて、1から順に1つずつ移動しながら全て掃除し、ちょっと何なんだこりゃ。二度と通ってはいけない。バカか。ちょっと待って、どういうこと。あ、そういうことね。6、そういうことね。6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、2、3、4、5、6。この謎、私が解いてみせよう。すべての謎に答えがある。1234できませんでしたね。正解、この層、あ、本当だ、王になった。ね、そこまで考えてなかった。ね、王家の掃除術。まさかタイトルにヒントが隠されていたとは。お客さんにこんなことまで頼んじゃってごめんね。解けなくて困ってたもんだから。困っているご婦人を助けるのは当然のことですよ、英国紳士としてはね。嫌だね、お上手なんだから。これで掃除ではかどりそうだよ。ありがとうよ、お客さん。昨晩魔人が現れたことで旦那様は心を痛めております。
どうぞよろしくよろしく。親父の部屋。親父がいた。レイトン、調査は進んでいるか？それなりに顔色が優れんぞ。昨日も魔人が現れたんだ。住民に被害はないが、見過ごせる事態ではない。ね。クラーク。そうだ、レイトン。ルークが世話になっているようだな。君なら預けても心配ない。ブレンダーに似て賢い子だ。君の役に立てばいいが。一応ね、現状はまだ動物と話できる系のネタが来てないね。僕の親友です。まあ一つは追加できたがまだ全然足りんけど、まあこれじゃ無理かな。ぐだるだけだと思うんで先に行きましょうか。まあね、謎場の館もあるんで、最悪そっちで解きながら行きましょう。はい、到着。行くぞー。おお、この先に闇市が。向こうに明かりが見えるね。進んでみよう。まだ続く。誰だおっさん。ああ、ここがもうすでに市になってるんだ。抜け道とか闇市への通路じゃなくて、もうここが闇市になりつつあるのか。先行くんじゃねえよ。さっきのおっさんに話しかけてねえのに先行くんじゃねえよ。あれは黒カラスじゃあの。どこ行くんですか、レイトンさん。いや、さっきのおっさんに話しかけに行くに決まってんだろ。おい、おい、これね、結構嫌いなとこなんだよね。ヒントメダル探すために連打してたら入るところ入っちゃう。これも時々あるあるなんだよね、レイトン。戻れねえんすけど。さっきのおっさん誰だよ。しゃあないか。はい、ダメ。行く。よく来たね。あ、喋るぞこいつ。英国紳士くん、私のヒントを使ってここまでたどり着くとは、噂通りモノクマみたいな感じかな。私のヒントを使ってここまで。いや、普通にボイスあるんだから。それで僕に何か用かな。魔人の笛というものを探している。ここで以前オークションにかけられたと聞いた。さあね、そんなものは知らないね。知っていたとしても簡単に教えると思うかい。金か、金か。だったら私が君の正体を知っているとしたら。俺は、え、知ってんの？俺全然わかんねえけど。知ってるのかい、レイトン。なにさっき君を追いかけた時、君の正体がわかった。なに？君たちの正体がね。そういうことかよ。なんだって。デタラメを言うな。デタラメではないよ。オークションのメンバーには秘密ということで、どうかな。どうかな。本当。子供たちが大量に化けてるでしょ。それぐらいは分かってるけど、どういうことですか。ちゃんと説明してください。気づかなかったかい、彼の不審な点に。市場で瞬間移動していたよね。単純に複数だったってだけでしょ。それは分かってるよ。そう。市場で黒カラスに襲撃された時、ね、あの素早さはどう思った。
世界新記録、超能力、仕掛けが、まあ仕掛けだね。その通り、いいところに気がついたね。いくら彼の運動神経が優れていても、瞬間移動と錯覚させるほどのスピードは無理。じゃあ何らかの仕掛けを使って、その仕掛けについてどう考える？数人で一人を演じていたです。はい。バネのようなものを使った。ドクター中松。鏡を使ったトリック。金田一。ね、C です。初めから一人じゃなかった。その通りだ。複数いたんだよ。みんなで同じ仮面をかぶって変装することで同一人物だと思い込ませていたんだ。私たちは焦っていたことと相手が一人だと思い込んでいたせいですぐには気づかなかったんだ。そうだったのか。でもどうして数人いると分かったんですか？彼らが私たちと追いかけっこをしている最中、マントの中に奇妙なものが見えたんだ。しかし、別の場所から現れたカラスにはそれは持っていなかった。奇妙なものって何すか？ペロキャン。ね。棒付きキャンディーが見えたんだ。つまり、犯人は、ね、あの夫人、あのおばあちゃんだったってことだね。コンピューターおばあちゃん。飴は子供にしか売らない。ね、これ服赤いからゴンさんじゃね？黒カラスは甘党？黒カラスが飴を強奪した？はい、子供たちですね。それじゃあ、そう、その通り、彼らは大人ではなかったんだ、ね。私たちに闇市の場所やヒントを教えてくれた市場の子供たち、それは全員が黒カラスなのだよ。ね、あの、少年じゃないのもいるね、結構。じゃあ、もしかして彼も。もちろん彼もその一人。そろそろ本当の名前を教えてくれないか？ほう。あんた本当にすげえな。そこまで見抜かれたのは初めてだ。君の正体を知っているぞ。知らない人ですね。はい。ダーン。黒カラスはクロウたちが作った架空の人物だ。リーダーのクロウ、ね、闇市へ行こうとするものを試していたんだよ。くっそ出れねえ。あのおっさんに話聞かせてくれよ。どこへ行こうというのかねじゃねえんだよ。俺の名はクロウ、黒ガラス団のリーダーだ。他の客に黙っていてくれんなら力になるよ。魔人の笛の行方が知りたい、ね、オークションで落札した人物に教えてくれないか？魔人の笛？うん、記憶にあるな。売買記録を見せてあげよう。ちゃんと取ってんだ。これなら、あの、税務署に、ね、いざ、おぉ？なんじゃそりゃ。あ、魚が飛んだぞ。いやめくってみたいな。せっかくだからめくってみよう。めくれねえじゃねえか。いつ税務署にね、あの、立ち入り調査されても、はい、でも売り上げは残ってますね、大丈夫です。OK かな。あったよ、これが売買記録さ。魔人の笛が1年前だね。勝ったのはハイヤードビルにある大富豪アランバードだ。この町のすべてを所有していた領主で、町のてっぺんに見える足がアランバード氏さ。やりました。会いに行きましょう、教授。アランバード氏は1年前に亡くなったよ。だと？一体何があったんだい？我が詳しいことはおいらも知らないよ。でも、あの屋敷には近づかないことだね。じゃあ近づくわ。厄災の魔女。お前もこの町の人間だな。娘は呪われているんだ。彼女の悪口を言っただけで不幸なことが起こるらしい。おっと？娘、出てた出てた。今回のメインキャラ5人のうちの1人、レイトン、レミ、ルーク、そしてね、あと2人とりあえず出てるからね。今トリセツペラペラしてんだけど、ユラって子だね。南沢奈緒、あと1人はデスコール、ね、渡辺篤郎、まあ、一応まあラスボスでしょう。とりあえずね、ここで余計なことはしなくていい、ね、とりあえずデスコールがラスボスと思っとこう。物語的にね、あの、いろんな、あの、どんばんってないんやね。まあ、どんでん返しとかしてくれるんなら、ね、もう、見事にぜひ騙してくださいって感じなんで。とりあえず現状は、この渡辺篤郎が声優やってるデスコールがラスボスと思っとこう。で、これ多分ユラって子だね。この子だね。
さあ会いに行こう。そんなことが本当に。今じゃこの町の人間でアランバードの屋敷に近づくやつなんていねえんだよ。ね、厄災の魔女ユラ、ほら会ってた。わかった、とにかくアランバード邸に行ってみよう、やってみよう。面白くなってきましたね。だ、厄災の魔女。厄災とか最悪とかさ、作品によって逆だったりしてよくわかんないよね。ハイヤードヒルに住む少女ユラのことを悪く言った者には災いが降りかかるため、町の住民たちは厄災の魔女として恐れられているらしい。果たして本当か。クローの話によると、彼女のことを悪く言った者は呪われるということなのだが、エピソードに黒カラス団の一日が追加されました。やった、話しかけれる。私、妻と子供がいるというのにオークションのトリコです。働けど働けど生活が楽にならないのは無駄遣いをしてしまうからなのです。このクズが。辞めたいと思って辞められるなら誰も苦労しませんよね。困ったものです。完全に開き直ってる。家族に申し訳ないって思わないですかね。本人の意思が変わらない限りどうしようもないことだね。諦め入ってんな。あと割とおっさんはどうでもよかったね。なんでも今日の目玉はとあるルートから流れてきた工術品なんです。いや、猿革命家が芸術家に命じて作らせ、歴史的価値のある白物、白物ってね、白物です。買わずにはいられない。ここだけの話、表には出せない訳ありな一品みたいですよ。買わなきゃ。そうそう、こいつ騙されてんのか。他人にとって価値のないものでも本人にとって魅力があるなら宝と同じなんだよ。腑に落ちないっすね。詐欺かもしれない。もう何を言っても無駄だ。お、ああ、隠された謎だ。隠された謎は難しい傾向が。カエルの恋路。あら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 。緑のカエルはオレンジのカエルの隣に行きたかった。そのために葉っぱの上をジャンプしていくしかない。それぞれ強度がありね、1回か2回しか行けません。すべての葉っぱを踏んでからじゃないとゴールさせてくれない。もう積んだねこれ。ん？どういうこと？あ、そういうこと。そういうことね。これ1のとこだと次1マスしか飛べないってことね。なるほどなるほど。やっぱ行って戻るが欲しくなるね。よし、失敗です。これだって逆算していくといいんだよね。こうかな。やったぜ。実にいい謎だ。正解。当然さ、英国紳士としてはね。この風船持ったおっちゃんかおばちゃんかわからんけどずっといるな。もしかすると一番姿を見るのこのおっさんかもしれないですね。だってレイトンとレミとルークは3人のうちどれかだけど、このおっさん毎回出てくるからね、正解のおっさん。うっとりだわ。華麗なジャンプに彼女はもうメロメロだね。上の図以外のルートでもゴールはできる。探してみよう。うん、上のルートと違うかったね。まあ結果オーライ。もっと謎が解きたい。まだか。闇市行ったのにまだこの章終わらんのか。おばちゃん、おや、用事は済んだのか。
ハイヤードヒルは町の北側の高台になります。エリーノースのもっと向こうです。丘の一番上に見えてるあのお屋敷ね。かなり歩くことになりそうだけど、ルーク君大丈夫？僕は平気ですよ。歩きながら魔女に関する情報も集めていこう。はい。ところでルーク君、魔人が何度も町を壊したって言うけど、痕跡はそれほど残ってないわよね。町の人たちを支援しているお金持ちのガップルさん、ガップルかな、文字が潰れて読めません。父さんとは仲良くないんですけど、町の歴史にとても詳しくて、この町をとても愛しているんだそうですよ、と。ふむ、話を聞いておきたい。エリーノースの2番街のレストランがお気に入り。あ、あそこか。よし、ではまずレストランに行こう。まあ、野賀さん、これ何なんだろうな。さあ、行きますか。お、金持ちそうな人がいる。お客さん、また来たね。ガッブルさんだよ。よくこの店に食事をしに来てくれるんだ。悪い人じゃないけど、頑固者だから覚悟した方がいいよ。あなたがガップルさんですか？ガップルだね。よしよし。いかにも私がガップルだ。君たち、このお足になんか用かい？お聞きたいことがあるんですが、お話よろしいですか？ん？お前はクラークのとこのせがれだな。そうですけど、次期町長と言われておったわしから町長の血を奪って憎たらしいクラークのせがれか。ね。クズだな。落ち着いてください、ガップルさん。落ち着けるか、あっち行け。うん、今は諦めよ。人間が小さい。通りかかるたびに私を立ち入してしまう。なんて激しいアプローチ。さあジェントルマン、私の胸に飛び込んでおいで。ネズミ上、いよいよこの先がハイヤードヒルです。厄災の魔女のお膝元ってわけね。魔女じゃないっすよ。なんでもないです。これはルーク知ってるな。